今日は、はい、今僕がちょっと研究中である、はい、音叉を使ってのその人の運気っていうか、その思ってるもののちょっと波動を上げたいなって思って、はい、一緒に、はい、はい、ゆうすけです、はい、よろしくお願いします。はい、はい、で、音叉っていうのはやっぱり波動の世界なので、はい、そのまあ、どこからか入れるかとかいろいろ問題が、まあ、問題というかそのやり方っていうのはあるんですけれども、はい、今日使うのやるのは日本の音叉を2本使ってその体の中に入れていくんですよね。はい、で、波動は仕事運であったりとか、はい、その、まあ、財運というか金運であったりとか、はい、人間関係運であったりとか恋愛運であったりとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、これは口に出さなくても大丈夫ですし、はい、言っても大丈夫ですし、いろいろやり方もあります。で、今日は、はい、その僕が知らなくて分からなくてあげれるかっていうのもちょっとやってみたいので、はい、そう、まず、はい、その波動チェックと、はい、その やった後の、変化っていうのを筋力検査で僕はやってるので、それちょっとやってみたいと思います。はい、でどうやるかっていうと、まず基本的にゆうすけさん のノーマルな状態、その力の状態と、うん、その上げたい波動がどのぐらいちょっと状態なのかなっていうのをちょっとどんなものかちょっとやってみますね。はい、で普通に、ちょっとね、はい、こうやってもらって、はい、でこうしたときに、はい、横に引いたときの力って実は入りづらいので、まあまあ、これでちょっと力を具合に見てみますね。はい、普通のユウスケさんの今日のノーマルの状態で、ちょっと開かないようにちょっと力を入れます。で、まあまあ、このぐらいしかないです。はい、で、上げたいものをイメージしてもらって、上げたい波動、運気を上げてもらって、じゃあ自分がどのぐらいの今、その波動に対しての、力量があるかっていうのをちょっと見てみますね。ちょっと思ってもらっていいでしょうか。はい、で引きます。でそうすると今上げたい波動に対しての、はい、そのちょっと力っていうのは入りづらいって、やっぱり波動が低いんですよね。はい、で面白いのが、まあ、僕が知らなくてもその波動っていうのはユースケさんの中に情報があるわけで、はい、ちょっと音叉をこれで使いながら、この中でどれがいいかっていうのをちょっとチェックしてみます。はい、で、その上げたいものに対しての波動の音叉を選ぶと、この2本がいい波動を持っているんですね。はい、で、この2本で、上げたいと思うんですが、例えば別な2本、ちょっとチョイスしてみます。で、普通にオーリングでちょっと見てみます。と今度はオーリングでいってみます。はい、でこれで僕が引っ張るので、力が入る、どのぐらい入るかちょっとチェックしますね。開かないようにちょっと力入れて、ギュッと力入れて、まあ、これが基本ベースになります。はい、でこちらの手で、はい、こちらの手で、はい、そうですね。で先ほどの波動を上げる音叉をちょっと持ちまして、でまた力をグッと開かないように力入れて、そうするともう全然開かなくなるっていう、はい、この音叉が波動を上げる音叉になります。はい、ちなみに別な全く適当に選んだ音叉をこちらに持って、やっぱり力入れてもらうと全然開いちゃいますね。はい、で先ほど持った音叉を、はい、じゃあ1本ならどうなのって感じになって、1本持ってやると力がやっぱり入らなくて、あくまでこの2本がこの2つの波動は重ねることで入ります。波動が上がるということです。ではちょっと波動を入れていきます。はい、お願いします。はい、で ではちょっとやってみますね。はい、でですね、で
では行きます、はい、ではちょっと先ほどの上げたい波動をちょっとイメージしてもらっていいでしょうか。はいはいはい、では参ります。で、おお、はい。でですね、いやーすごい。はい、はいはい。実際にその波動っていうのは、はい、自分が発する波紋みたいなものなので、はい、その脳波であったりその考え方だったりですね、いつものパターンがあるんですけれども、別な波動が入ることで。ちょっと考え方もちょっと変わるかもしれないし、そこで物事っていうのは変わってくるかもしれないので、はい、これをねちょっとやったので、はい、ちょっと交互に行かせてみてください、はい、ありがとうございました、はいはい、はい、ありがとうございます、はい